皆さんどうも、シュメルです。今日はですね、こちら、レッドミーノート10 Pro と Pixel 4A の、まあ、どちらをね、購入するかで迷っている方のためのアドバイス動画をね、作りたいなと思います。まあ、ただですね、今回の動画っていうのは、まあ、ちょっといつもとは違った感じの比較動画になるっていうことはね、先に言っておきたいなと思います。それでね、この2台に関しては、現時点で日本で売られているミッドレンジスマホの中でね、本当に最高クラスのものであるっていうことは、先に言っておきたいなと思います。でね、今回の動画は、まあ、前半は8つのカテゴリー の一覧表ですねまあさっさとね解説することにして後半はですね今回の動画で一番重要なポイントっていうのをまあちょっとフォーカスしてそれを話したいなと思いますそれではねやっていきましょう はい。それではですね、まずは8つのカテゴリーに分けた一覧表をね、お見せしますけれども、まずカメラの評価はですね、どちらも引き分けにしています。まあ、なぜかというとね、どちらもね、めちゃくちゃいい写真、動画、撮れます。あの、多分ね、ミッドレンジスマホの中では最高クラスの、あの、2台に入ってくるかなという感じですね。まあ、強いて言うなれば、Pixel 4 a の方が動画がね、さらにこう、性能が良くて、Redmi Note 10 Pro っていうのは、まあ、メインの写真も撮れて、動画はね、まあ、そこそこなんだけれども、あの、超広角レンズがついているので、 でピクセルフォーはねメインレンズしかないのでその点も取ればですねどちらもこうあのいい点悪い点っていうのはあのありますねななのでまあ、僕はね引き分けに一応しておきますがまあ、どちらも非常にいいレベルの戦いですねで処理能力に関してはというとまあレッドミノート10 Pro の方がですね実はあの一世代新しいチップセットを使っているので三角という風にしています三角っていうのはあのちょっとだけね評価が高いですよという意味ですで次にねバッテリーに関してなんだけれどもこれはね 5000mAh のレッド ノートテンプロに対して、まあ三千四百四十しかないピクセルフォーエーなんで、まあ、断然ねバッテリーはベッドミーノートテンプロの方が良くて、ディスプレイとスピーカーに関してはですねあの引き分けにしています。まあ、正直ねディスプレイに関してはどちらも非常にいい有機 EL ディスプレイ使っているので、あの画質に関しては全然問題ないですし、スピーカーもですねどちらもこうあの特徴はあるんですね。あの特に低音に強いピクセルフォーエーに対して、まあ低音はすごく弱いんだけれども高音とか中音はしっかり バランススの取れたスピーカーカととという、まあ、Note 10 Pro といううことで、ここは、ね、ドローにしていますで次にね、OS に関してなんだけれども、OS はね、もう断然 Pixel 4A の方が優秀です。本当にもう1ランクどころかですね、2ランク、3ランクぐらい、あの、OS の完成度が高いのが Pixel 4A ですね。あまり Redmi Note 10 Pro っていうのは、OS はあまり、あの、僕はそんなに良くないと思っています。で、次にその他の点に関してはですね、まあいろいろあるでしょうけれども、まぁ、あ、フ e r 搭載している Pixel 4A の方が、まあ、やっぱり便利かな と思いますしあとですね、r e d m i Note 10 Pro っていうのは、このカメラバンプの出っ張りがね、結構出ているので、あのテーブルに置いて使うときにね、かなり使いづらい機能的なデザインになっているので、ここがあまり僕は評価は良くないです。で、あとはですね、あの価格、コストパフォーマンスについて言うと、まあ、3万5 0円の、まあ、Redmium Note 10 Pro と Pixel 4A は、まあ、まだね、4万3 0円しますんで、8 0 0 0円の差額があるので、まあ、全体的なことを考えればですね、ハードウェアのスペックでかなりあのコストパフォーマンスのいい レッドミンノートテンプロの方がコスパは優秀かなとは思います。まあ以上がですね、8つのカテゴリーに分けた、まあ私のね、評価になるんだけれども、基本的にね、あの、理解してもらいたいのは、ハードウェアでものすごくコストパフォーマンスの優れるレッドミンノートテンプロと、ソフトウェア面でもうね、圧倒的に使い心地の良さっていう、まあ優れた点を持っている Pixel 4A という、その、この2台がですね、あの、対峙している、対決しているというイメージを持っていただければなと思います。 はい。それではね、ここからは後半のね、私が思う最重要ポイントをね、話していくんだけれども、まあ確かにですね、レッドビンノートテンプロ、そして Pixel 4A っていうのは、現時点ではね、最高の、そのミッドレンジスマホに入ってくる、まあ逸材ではあるんだけれども、まあ今ですね、Pixel 4A を、まあそもそもね、買っちゃいけないと私は思ってます。で、なぜかというと、それはですね、 ピクセル 5A の存在があるからですね。でね、もしかしたらですよ、ピクセル 5A っていうのは来週の5月18日から始まるですね、Google I.O. で発表されるかもしれないんですよね。なぜかというとね、例えばですけれども、Forbes であったり、あとはね、Tom's イドという、まあ海外で非常に有名なウェブサイトがあるんですけれども、そういったところでですね、Google I.O. で発表を、まあね、こう示唆しているわけなんですよね。可能性がありますよと。 なので、とりあえずはですね、皆さんね、この現時点で Pixel 4A か Redmium Noto d Pro で迷っている方っていうのはですね、来週の Google I.O. の発表会っていうのがですね、終わるまでは、一旦ね、どちらにするかなんて悩んでっても意味がないので、あの、悩むっていうのをね、もう忘れてください。 でね、もし来週ですけれども、ピクセル 5A が発表されればですね、レッドミーノート10プロそしてピクセル 4A で、さらにもう一台加えて、ピクセル 5A をね、こう3つの中から一番あったね、自分にあったものを選ばれた方が、その最良の選択っていうのをできるんじゃないかなと、まあ思いますね。 やっぱりね、スマートフォンって買ってね、こう半年後に買い替えるものじゃなくて、普通に買えばですね、普通の人であればですよ、あの1年どころかもう2年3年使うものですから、そういったものを買う際にですね、 こう、もうちょっとしたらね、こう、次の端末が出るのに、Pixel 4A から 5A の端末が出るのに、中途半端なタイミングで買ってしまうとですね、あの、非常にもったいないかなと思うので、もしね、この2台ですね、Redmi Note 10 Pro と Pixel 4A とで悩まれてる方っていうのはね、まあ、ちょっと我慢してですね、来週以降に発表される可能性が一応あるですね、5A の存在が明らかになってから、あの、この2台のどちらを買うかっていう決断をされた方がいいかなと思います。まあ、私が一番できる 一番のアドバイスはとにかく 5A はねもうあともうちょっとで出てくる可能性が高いのでまあ、ちょっと待ちましょうっていうのが、まあ、私の意見かなという風にまとめたいと思います今回もご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょう